足利城は、栃木県足利市の標高250メートルの、両、崖山に、平安時代後期に築城された、日本の城で、両、崖山城、飯塚山城、小屋城、栗崎城などとも呼称される。足利市指定史跡。平安時代後期で、富士製足利市初代の足利重行により、築城されたと伝わる。1512年以降は、 長尾市によって支配された。足利城をめぐり、1455年、1564年、1584年、1590年の4度、合戦が勃発しており、それぞれ足利城の戦いと呼称される。第一次合戦は、関東関連の山内、上杉の忠を殺害した鎌倉久保の足利が、重氏と上杉鹿神の長押との間で起こった。 正木文書に収録されている京都区4年5月13日の足利重義内書状写しには足利義明が足利城へ赴いたことを受け、計略を巡らせる要う願書右京へ命じる旨が記されていた。また、赤堀文書に収録されている同年8月29日の書状写しには赤堀成功に対し近日中に 上杉勢が足利将来へ進駐してくることから、軍勢を整え、軍儀を成すよう命じる旨が記されている。真壁文書にも、真壁直美おに対し同様の伝令があった旨が記されていたが、これらの結果、軍の退治のみで終わったのか、合戦が起こっていたのかは、現状の資料からは明らかにされていない。第二次合戦は、上杉謙信と佐野正綱の間に勃発した。 A67 年11月、上杉謙信は、佐野市が支配する東卓山城を攻撃するにあたり、足利、カ林、新田領などに火を放ち、沼尻に畜人したという記録が残されている。この結果、統治を守護していた長尾正長は、下屋国足利が州として、上杉法へ属した。第三次合戦は、小田原北条氏の下屋国侵攻が本格化した。 天正十二年に勃発している。古今小即集に収録された4月22日の、北条氏勝勘定を移しにて、足利町で、長尾明長と、佐野宗綱の戦闘があったことが記されている。豊臣秀吉により小田原征伐がなされた、天正十八年頃、足利町で第四次合戦が行われていたことが示唆、されており、木島文書、平沼伊兵氏所蔵文書、 うつき文書などにある1月28日法上し、直感上うつ市には反町大善助、辻新三郎、うつき下も様モルラに宛てた、足利城での先行を称える言葉が認められている。ただし、本件に関しては、相手方がどこであったかについては、言及がなされておらず、不明となっている。ABCD 小玉ほか1979 ピアニッシ二も287から289。AB 城の構造は16世紀頃の構造があり、実質的には1512年以降に長尾影長築城と考えられている。ABCD 足利市。足利城石。足利市役所。2020年6月29日閲覧。栃木県市編纂委員会 1978. 那須文書11月24日。 上杉謙信が、那須助種にあてた書状による。天正2年、名称の消息録11月20日、上杉謙信が、足名森宇治にあてた書状を写しによる。歴代古安11月2日、長尾テルトラ書状を写しによる。噛みすぎ方に属した書書を書き上げた、関東幕注文において、長尾田島守正長の名が確認できる。 栃木県市編纂委員会1978.1979ありがとうございます。